皆さんこんにちは。今日は性格を表す言葉について話したいと思います。じゃあ今日の言葉はわがままという言葉ですね。イタリア語でなんて言うの？日常会話だと男性だったら lui è egoista、 lui è egoista。 女性だったら lei è egoista、 lei è egoista。 違いはありません。もっとシンプルに伝えるとしたら、lui または lei è una persona egoista。 皆さんイタリア語の勉強頑張ってくださいね。では次の動画でお会いしましょう。またね。